クルマウさんは大韓民国全羅北道郡山市出身のプロ野球選手。韓国プロ野球の LG ツインズ所属。郡山商業高等学校から即ハサワンとしてサムスンライオンズに入団。サムスンは左の先発投手が層が薄く将来性もあったため球団側の期待も多かった。数年間キャリアを積み2009年4月25日の キア戦でプロ初先発し、7回1失点と高騰。6月2日には、ネクセン戦では念願のプロ初勝利。以降は、本人の逃げ越し気味の投球もあり、調子を落とす。2010年は、従来の請球難と逃げの投球をなんとか克服。6月27日のネクセン戦で、先発投手として初勝利し、7月18日の LG 戦では、初完封。 監督推薦で7月24日のオールスターに出場し優秀投手賞を受賞した。首位の SK を2位で猛追していたサムスンは、張り赤の引退試合になった9月19日にも高騰したが、SK の AS 金広資源の前に打線が沈黙し、赤敗。結果的に10勝2敗、勝率においては0.833で、竜県ぶりの0.800を抜いて、 シーズン勝率1位タイトルを挙げた。また、LG 戦には防御率0.28に完封と得意とした。2011年は前年より投球内容は落ちたが、先発ローテーションを守り2年連続に桁勝利を記録し、韓国シリーズでも2勝を挙げるなど優勝に貢献した。2012年は自身初の開幕投手を務めたがノックアウトされてしまい、 不審から立ち直れなかった。2013年はシーズン開幕前の3月に開催された第3回ワールドベースボールクラシックの韓国代表に選出された。同大会では1次ラウンドのオランダ戦の7回裏3番手で登板しロジャー・バーナディーナにタイムリーを打たれ1アウトも取れず降板した。2014年は9月に開催されたニガは アジア競技大会の野球韓国代表に選出された。同大会では韓国が優勝したため平役免除の恩恵を受けることになった。2015年は193個で初の個人タイトルとなる最多奪三振を受賞した。オフの10月7日に第1回 WBSC プレミア12の韓国代表選手28名に選出された。 同大会では5試合にリリーフ登板し、韓国代表の優勝に貢献した。2016年オフにフリーエージェントとなった。2017年から LG ツインズへ移籍した。彼の保証選手にはリスンヒョンが選ばれた。シーズン開幕前の3月に開催された第4回 WBC の韓国代表に選出された。同大会では1次ラウンドに3試合登板した。 2019年オフの11月に開催された第2回 WBSC プレミア12の韓国代表に選出された。2020年オフに2度目の FA となり、2021年より LG と契約期間2年で再契約した。ありがとうございます。